命が惜しく。わしのためにしっかり働いてもらうとするかのう。いい？無益の血は流したくない。ヒーロー。わしのためにしっかり働いてもらうとするかのう。この機を逃すな！畳みかけるぞ！
ち止まるわけにはいかない。これも皆さんのおかげで、この程度。これが俺の選んだ。あとは残党を一掃して終わりだな。そうだな。砦の維持はレイノス王に任せよう。ベアトリス、伝令を頼む。承知しました。追撃しなくていいのか。今ならば奴らを殲滅することも可能だろうに。この辺りは魔物の勢力圏だ。何があるかわからない。深追いは危険だろう。それより砦の制圧と維持を優先させる。そいつが妥当な線だな。まずは一仕事終わらせようじゃないか。なぜあなたは戦うのですか。いえ、あの時レオが現れなければ俺は死んでいた。だからといって借りを返すために戦っているわけではない。レオ、真に未来を託すことのできる男であると俺が信じた。あいつの未来は貴様との契約により失われた。しかしその血は子に受け継がれている。ラディウスにも、トーマにも、デュランにも、そしてレックスにもな。その生き様を見ていれば俺の信じたものに間違いはなかったと言い切れる。姿形が変わろうとも、あの気高き魂が失われることはなかった。俺の信じた未来はそこにある。ならば俺は俺の信じたものを守るために戦う。それだけのことだ。それだけのこと。それがあなたの戦う理由というわけですか。いずれあなたは消滅することになります。どのような形であれ、あなたの主が世界を手にすることはありません。戻り、そのことを伝えなさい。楽しみましょう。この機を逃すな。畳みかけるぞ。お願いです、引いてください。準備はいい？どいつだ、死にたいのは。守ってもらってばかりじゃ
わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。無益な血は流す。皆さんの力をお借りします。この機を逃すな。畳みかけるぞ。お願いです、引いてください。準備はいい？遅れるな。無益な血は流したい。この機を逃すな。畳みかけるぞ。皆さんの力をお借りします。どいつだ。